晩年のエウリピデスがバッコスの新女を上演したとされるディオン劇場エウリピデスは古代アテナイのギリシア悲劇における三大悲劇詩人の一人である。エウリピデスと長母院で表記されることもある。現代にも大きな影響を及ぼしている。代表作はメディア、アンドロマケなど、エウリピデス像、アッティカのプリワクに裕福な父親ムネサルコスと、 母親、クレートの間に生まれる。この両親に関してはアリストパネスをはじめとする、喜劇作家たちによって貧しい商人だとか、野菜売りだとか言われているが、ビザンツ時代にはすでに研究者によって否定されている。エウリピデスが当時としては、稀な造書家であり、哲学者アナクサゴラスによる高度な教育を受けている、ことも、中傷を否定する根拠の一つになる。 紀元前455年にペリアスの娘たちなどからなる四部作でディオニュシア祭に最初の出場を果たしたが、それから初の優勝を得るまで14年もかかっている。50年間に及ぶ芸歴の中で92の作品を、下記22回の上演をしたと数打時点に伝えられているが、優勝は生前に4回、死後に1回、合わせて5回だけであった。しかし、 それをもってエウリピですが、同時代人からの評価を受けていなかったとは言えない。むしろ、買わずに現れているように、商統を決める、保守的な層に嫌われたことが大きな原因であると言うべきだろう。紀元前408年に、オレステスを上演した後、マケドニアをアルケラオス一世に招かれてその宮廷へ、赴いた。マケドニアの最重要神域であるディオンの劇場で、バッコスの神女や、 アルケラオスを上演した。紀元前406年のディオニュシア祭の直前、マケドニアからエウリピデスの訃報が届くと、彼の長年の公敵主であったソポクレスは上演前の挨拶で弔意を示した。性格は厳しく、被写公的、哲学的な紳思想の持ち主で、舞台の鉄人と呼ばれ、当時の市民としては珍しく、公職につかず、軍務にも服したことがなかった。 結婚生活にも問題があった。二人の妻を持ったが、二人ともが不定を働き、古代においてはそれによって、女嫌いになったと言われた。同時代のソポクレスと対照的に、革新的で新思考的であった。様式面ではすでに縮小傾向にあった、合唱体の役割をさらに小さくしたこと、それに伴って俳優が短い文章によって、応酬する場面を多く用いたこと、そして、 機械仕掛けの神を多用したことが特徴である。機械仕掛けの神は、これに類するものを含めると現存する19編のうち11編で用いられている。しかし、しばしば批判されるように、物語の収集がつかなくなってこの仕掛けに頼ったのではないことは、各作品を見れば明らかである。観客がそれを待ち望んでいたためだけに、それを出現させることもあったという。 内容面では、作品の主題を神話から取りながらも、その行動においてはもはや神々や英雄というより、姿勢の人間のような人物を描き、細やかな心理描写を得意とした。これは、後の新喜劇につながる特徴でもある。エウリピデスの女性の描写は有名で、アルケスティスで、低粛の勘を書いたかと思えば、ヒッポルトスでは、パイドラが陰乱に過ぎると非難され、 メディアにおいては激烈な怒りに動かされる女性と様々な性質を深く考察して書いている。一方で筋書きについては時には明らかな破綻をも露呈するほどの冒険をしており、ここには新たな可能性の追求を妥協をし得ない学級的な性格が現れている。様々な革新を行ったエウリピデスであるが同時に愛国的な作品も多い。 ヘラクレスの子供たちや救いを求める女たちでは直接にアテナイが舞台とされているし、ヘラクレスやメディアにおいてもアテナイの英雄が作中において救済者的な役割を果たしている。悲劇18編とサチュロス劇1編が現存するほか、多数の断片が存在する。三大詩人の他に比べて現存する作品が多いのは一つには、 古代に悲劇傑作として選定されたのが10作品と他の2人より多いのと題名のアルファベット順に並べられた全集のうちの部分が幸いに散逸を免れたためである。ありがとうございます。